よほどのことでない限りそこでストが起こるということがない。ですから労働組合という中間組織が、まあ、国民の信頼をなくした。これは後で定談のところで私批判されるかもしれないと思いますけども、今そういうふうに申し上げております。労働組合ばかりではありません。政党、政党はこういう憲法の問題でリーダーになる信頼感を獲得していません。それはそのだからもともと信頼感なんかで結成されていない政党は数は減りませんが、信頼感であるいは思想的な明確さで信頼感を得ていた政党は選挙をするたびに議席が減っております。ですからその政党もその中間組織として国民、国家と国民の間の中間組織としてはリーダーシップを発揮できない状態が生まれている。でこれは日本ばかりではないんですね。発達した産業国家、工業国ではほとんどそういった状態が世界的なに見られるわけなんですけど、あるいは企業もまた人々の信頼感を得ることができなくなってきている。それはそうでしょう。企業の自己都合でいつでも平気で首切ったり、儲けがあればあとは二の次だという経営者がばかりとは言いませんが、その企業といったら企業の構成員がその企業を信頼するという状態は急速になくなりました。ある保険会社の会長さんがどうも最近社内のまとまりが悪いと、だから社内で川柳を募集してその川柳で優秀な作品を作ったやつには賞状を出そうじゃないかと、どういう川柳を出すかというようなことで職場で相談して、その代表で投票し、あの句を提出したりしたらまとまりは少しは良くなるんじゃないかというふうに考えて川柳の募集をやったんですね。あの生命保険の会社でした。そしたら半年ほどして一等になったなりそうな作品が出てきた。それは生命保険会社ですから、自分より会社の方が先に行きっていうんですね。それでさすがにその会社はちょっとこれは勘弁してくれと、つまり保険業界がそんなにおかしくなっちゃった。それはそうです。政府が外資にどん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 門戸を広げて、その日本の生命保険会社として独自にやっていくということが、その難しくなった。と来月どこの外資と一緒になって社の名前が変わるかどうか分からない状態ですから、そういう、まあ、これ竹中なんて人が今でもその隠然たる勢力を持って証券、金融、保険全部外資優遇みたいな結果になっています。ですから川柳で自分の命よりも会社の命の方が先に行くっていうふうな川柳が一等になって上がってくると、これはあのその会長さんから直接私は聞いたので間違いのないことだと思いますが、そういうことで企業も政党も労働組合も信頼を旗振り役ということが十分果たせなくなってきた。ですから50年前の安保運動の時のようなはっきり見える旗が振られて
人々がそこのデモに動員されている状態ではなくなった。で、そういうことなんですけれども、問題はそれから先です。憲法を変えることが戦争の時にできる国にするということは分かったが、しかし戦争ができないようにしておいて変えた方がいいんじゃないかと。やっぱり自衛のための軍隊を持ってた方がいいんじゃないかと。そのアジアでも核を作ってる、やっと無力化の努力のスケジュールが動き出したようでありますけれども、それにしても自衛のための軍隊を持つ、そのためには憲法を変えた方がいいんじゃないかという意見はまだ残る。そこで戦争を目標にしない改正で軍隊を持つということはあり得るんだろうか言うと、その問題を考えなきゃならない。で、これはですね、つまり軍隊を持つこと自体が日本の経済に壊滅的な打撃を与えるということになると思います。例えば日本の経済というのは国際間に平和が保たれていてこそ維持することができる。ここらは佐坂先生の専門ですから後でよくお話を伺ってみたいと思っておりますけれども、例えば貿易の額でいきますと、2004年に日本から見て貿易のトップは中国になっています。中国が2004年の輸出というのに合わせた数字で 22.2 兆と、これはアメリカの 20.5 兆を上回った。1980年代ではアメリカが日本から見て貿易の 30% を超していたんですけれども、それに代わってその中国が出てきた。それからそれは2001年に中国が世界貿易機構に参加したことによって著しくそのスピードが増えたんですけど、また今年の10月15日の日本の新聞の報道によれば、中国の共産党は2020年までに2000年のGDP 4倍にすると。これはちょうどその60年安保の時の所得倍増論にを思い起こさせるんですけれども、でそれでいて一方その安定的発展を目指すと、この2つが両立するのかどうかというのは大いに議論しなければならない余地が残されておりますけれども、矛盾するとしてもその2つを同時に言わなければならないところに1960年代と2000年の世界的な経済の差があるのではないかと私は思っています。ただどちらにしても中国は成長至上主義から科学的発展に移らなきゃならないということだけは確かだ。移れるかどうかはまた別の問題です。で、そういうふうに見てきますと、やっぱりどこの国とも仲良くをしていないと日本の経済は成り立たない。やっぱり今でも